はい、マシン原田の部屋第3回のゲストをお呼びいたします。この方です。どうもおはようございます、ドミニクです。おはようございます。よろしくお願いします。マシン原田の部屋と言いつつも、はいはい、ここはね、はい、そうです、ドミニクのダンススタジオ。そうです、ドミノです。そうです、僕のスタジオです。だからドミニクの部屋です。今日も出張ですわ、はい、出張部屋。ベリーフェイマスなドミニクさんなんですが、知らない人のためにも、はい、ね、もうこれあのいろんな人出るんで、はい、そうですね、まずは自己紹介をお願いいたします、はい、チーム名はヒップホップチームでエレクトリックトラブルと言います、うん、ストリートダンスの舞台公演を中心にしているチームが、レッキンクルオーケストラというその2チームに所属しています。安らぎというチームでもね昔活動したんですけど、うん、一番どうでもいいチームです。ドミニクです、よろしくお願いします。現在の活動っていうのは主にどんな感じなんですか？コロナになる前までは、うん、ほとんど毎週末でワークショップなりジャッジなりソロショーなりでショーケースとかもやってたんですけど、コロナになってからもう1年半ですけど、うん、もうほぼ呼ばれることはなくなっているので、まあね、ないので相手も呼べないよね。で自分でイベントやってでいろいろやってたんですけど、うん、それすらもうやっても中止やっても中止になって、うんうん、ショーを作ってるんですけど、うん、発表する場所がないみたいなんで、もう今はもう完全にただのインストラクターですね。もともとその人前で踊ったりね、いろいろするのが好きでやっていたので、うんうん、手足もがれたぐらいちょっとしんどいですよね。趣味は？僕ねよく聞かれるんですけど、うん、ダンス以外の趣味ほんまないんですよ。そうなの？はい、自分の好きなものって何って言ったらもうダンス以外何にも出てこないです。ダンス始めた時から、うん、ほんまに才能ない才能ないって周りから言われ続けてきて、うん、でこれぐらいダンス好きでこれぐらいこう時間全てをかけへんかったら多分僕ここに入れなかったので、うん、だからそれが続いてるだけのことなので、うん、だからこれで才能あったら多分ここまでやってなかったやろし好きになってなかったやろなと思うと、なんか逆になくてよかったなと思いますね。ドミニクぐらいの立ち位置におったら、はい、うん、もう自分は上手い人、大御所、だからなんか弱みは見せない。なるほどなるほどなるほど、はい、大っ嫌いですねそういうやつ。普通思うやん、はいはい、だから苦手なこととか振られたら、はい、いやいや、はい、それは俺のジャンルじゃないし、はい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 、俺の踊りじゃないし、そんなことはっていう人が、ね、あ、なるほどなるほど、まあ多いかどうかは知らんけど、多いですよ。今ダンスやってる若い子らも自分に才能なくてなんか落ち込んだりすること多いと思うんですけど、でも自分の輝ける時期って人それぞれ違うじゃないですか。だから僕はその若い時にその才能あふれた天才でなんかもう唯一無二みたいな人にはなれなかったけど、でもそれやから今この自分がその後々の子に後進の指導ってなった時に、あ、こういうところで自分はこうやってできて人にもできるんだって思えたりするから、どこで自分が輝くか分からへん。日本全国回ったりとか世界にもいろいろ行ったと思うけど、はい、今までで一番印象に残ってる仕事というか、たくさん海外行ったんですけど、うん、今ミャンマーってむちゃむちゃ揉めてるじゃないですか、うん、暴動起きたり、うん、僕日本とミャンマーの国交50周年記念で外務省から頼まれて列勤で講演したんですよ、はいはい、何年ぐらい前ですか？10年ぐらい前ですかね。でそれで外務省まで行ってこう一緒に撮影してとか、うん、なんか偉いさん来てこう喋ったりとかして、うん、公演ボーンってやった時のあの時むちゃむちゃ平和で、うん、むちゃむちゃいい国で、うん、でみんな仲良くなってわーって交流とか通ってたんですけど、今なんかすごいことになってるじゃないですか。今はちょっと行けないんでしょうけど、うん、ダンスを通じて僕たちだけの力じゃ何ともならなかったたどり着けなかったような場所に、うん、やっぱりダンスという言葉通じなくてもいろんなとこに呼ばれた1時間の公演終わったらお客さん全員相談でわー言って外務省の人もわー言って感動してるのを見た時に、あ、ダンスってすげえなっていうのを再確認できたのはやっぱそういう海外行って言葉通じないけどそういう人たちとコミュニケーションダンスで取れたってことが、でダンスの本当の素晴らしさっていうのを自分の体の中にこう染みたというのがいい経験やったなと思いましたね。中東みたいなところも行ったし、初めてアメリカ行ったんが2001年なんですけど、まあその当時デフっていうチームなんですけど、向こうのコンテストとかバトルとかいっぱい出ようぜって言って行った時に、到着して1週間で 9.11 のテロに遭う、ついて4人で住むマンション決めた次の日の朝、なんか大家さんが騒いでるから、うんって外見たら WTC がブワー煙出て爆発してる、そうしてるっていうのを見て、いやびっくりしましたね。だからもう全てのイベントもなくなるし、絶望やん、絶望でしたね。
どうしようもなくなったんで、飛行機も無理やったんで、うん、車で横断して、ね、コンテスト出て帰ってこようって言って、この2週間の間にクソ仲悪くなって解散しました。ああ、それが一番の原因やった、まあ、だけじゃないと思うんですけど、まあ、それまでにもいろいろ、まあ、まあ僕が結構ザ・リーダーみたいな態度取りすぎて、あの子らが負担になったんかな。1ヶ月ぐらい前に加藤と同じイベントやったんですけど、まあ、あの時俺は悪かったよなとか言ったら、いやまあそんなことないっすよみたいな、まあ、お互い大人だったなと思いながら、はい、そうでしたね。いや、いい話聞けたわ。ほんますか？めっちゃヒヤヒヤしたもん。この前も一緒にイベントの時に、一緒に練習しようやって誘ったら、うん、練習はね、飲み行きましょうよって言う、ああまたなさいなって言ってる時に、うわすげえ会話してるなと思いましたけどね、うん、そんな人間の怒りなんてこんな長く続かないってことだけは言っておきます、うん、しかも同じダンス界にいて、そうです、現場でよく会うし、そうですよね、もともとチームやってたぐらいやから、うん、そんな気合わんわけないじゃないですか、うん、なのでなーねんってなったとしても無理っすね、そんな10年も20年も嫌いなままとか無理ですいや、安心したわ。あ、いいっすか、うん、そうっすか、もう一回デフやって、あ、できんじゃないですかいや、っていうか、こんなん流して誰が面白がるんですかもうまず俺が面白い、やったら大丈夫です、やったら大丈夫です、よかったです。もうドミニク今48歳ということ で、はい、そうです、50を目前にして、はい、ヒップホップダンサーとしてどういう思いなんかなって、60で爆裂踊るっていう夢を僕30代ぐらいからずっと持っているので。なるほどな、はい、18でダンス始めた時に50歳で踊ってるイメージはなかったはずやん全くなかったです、全くなかった。どういうイメージでそれをこう取り組んでるんかなっていうのがすごい興味あるんだけど、僕も18でダンス始めた時にその当時、うん、40、50の人がいなかったので、うん、だからまあそんないつまで続けんねんとか思ったことなくやり始めたので、うん、まさか30で踊るとはと思ってたし、うん、で40になってもまさか40でと思ってたし、うん、でもその30の時に、60ぐらいで爆裂踊れたらええなと思ったので、うん、そっからなんか食生活とかもトレーニングとかも練習の仕方とかもいろいろ考えるようになったのは、やっぱり自分がアーティストとしてこう突き詰めれるところをどん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 突き詰めていきたいなっていうのが、まあ、自分のヒップホップダンサーとしての教授としてあるだけで、どこまで続けたいっていうよりも、なんかどん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 こうもっともっと自分の中の楽しみ方とか、うん、自分の思うその感じ方とかフィーリングとかグルーヴとかっていうものがどん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 出ていく人になったらいいなと思ってる、うん、続けてきたら、うん、48でしたみたいな感じですね。今はドミとかダンスディライト第一世代みたいな子が、要は30手前にみんな結構焦って、はい、焦りましたね。もうこのまま続けていいんかどうかっていう相談をめっちゃ受けた時期があって、まあそういう中からまあレッキンクルーみたいなのも生まれてきたっていう経緯もあんねんけど、はい、要はあのカムロダンススタジオにみんなでね集まって、ししね、これからどうしていこうと、はい、ギリギリダンサーズっていうねありました、ミーティングのねタイトルがギリギリダンサーズで、いろんなジャンルのねダンサーが集まって、どうやって生きていたらいいんやとか、うんうん、どうなっていくとか、いろんな議題を結構、うん、集まってやりましたね、うん、そっからザ・ゲーム生まれたんですよね。そう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 、はい、そうでした。ヒップホップとハウスの僕の中では伝説の日本でトップのバトルだと思ってるんですけど、うん、それが生まれたのがパラーさんと僕ら世代の人たちが集まったギリギリダンサーズミーティングですね、はい、うん、ニュースクールのバトルのイベントなんてなかった、なかったです。今みたいにバトルシーンがめちゃくちゃ盛り上がってるんじゃなかったから、そうですね、完全にコンテストの方が主体 で、 そうです、バトルやってもそんなに人も集まってない、うん、でも楽しいみたいな、うん、そうですね、でこうオーガナイズバトルなんてバトルじゃねえみたいな流れがあったから、いろいろ推し進めて、うん、ザ・ゲームを始めて、すごいあの時も少なかったよね、1回目とか。そうですね、うん、はい、なんかゼロもありましたもんね。そう、クラブビジョンでね、はい、実験的に始めましたね、第0回やって、はい、内容はめちゃくちゃ盛り上がる、めちゃくちゃ面白かったです。でじゃあ第1回やろうってベイサイドジェニーでやって、はい、でもこれしょっちゅうはできへん、はい、このザ・ゲームを盛り上げるためにもうちょっとこう育てるイベントをやらなあかんっていうことでフックアップを始めたっていうのがフックアップ誕生秘話。フックアップそっちからだったんですね。そう、あ、僕らは勝手にヒップホップとハウスにとってめっちゃいいイベントが出てきて、うん、いやありがとうございますと思ってたんですけど、うん、あ、そういう意味だったんですね。そうそうそう、ありがとうございます。まあ、ニュースクールに限らずやっぱりこう、うん、バトルシーンっていうのを広げたい、それはもう定期的にやっていかなあかんということで、毎月ジャンルを変えてやっていこうというので始まったのがフックアップ。深い。
まあいろいろ話聞いてきたけど、はい、まあ元となる、はい、ダンスとの出会いっていうのは何なの？ヨシエの会員の時に、はい、あのスリーダーハードでヨシエね、うん、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして僕のやっているチャンネルロックオンチャンネルの方でも原田さんに出ていただきます、よろしくお願いします。いや